ドラセナ・バクスター効果は、アメリカ合衆国のポリグラフ専門家である、クリーブ・バクスターが1966年から行っていた研究で発見した現象。植物にポリグラフを接続することで検出される、あたかも思考のような反応のことを言う。バクスターは、ポリグラフ研究所での仕事中、室内に観葉植物としてドラセナの鉢があったことで、 このドラセナにポリグラフをつなぎ、組織内の水分の動きを分析しようと思いついた。作業を続ける中、ふとドラセナを燃やして、その反応を試そうとしたところ、バックスターがそう考えただけで何も行動していないにも、かかわらず、ポリグラフは突如強い反応を示した。他にも、人間や動物の挙動への植物の反応を検証し続けた、末に植物は、 他者の思考を読み取り、感情的に反応しているとの結論に至った。1967年にバクスターは、超心理学、超常現象の研究団体である、超心理学会の総会でこの研究成果を発表し、その研究論文は同年末に、同団体の機関誌、超心理学ジャーナルに掲載された。さらに、翌1968年には、超心理学財団の、 国際超心理学雑誌にも掲載された。その後もバクスターは、サボテンや鶏卵、細菌などに対しても様々な実験を行い、同様の現象が現れたことを発表した。この研究成果は、ナショナルワイルドライフをはじめ、雑誌、テレビ、ラジオなどで、興味本位に取り上げられた。アメリカ海軍の科学者であるエルドンバードは、このバクスター効果を応用して、 海藻を訓練することで潜水士たちに危険を警告させる計画を考え、思えした。日本の心理学者の富田隆史もバックスター効果を厳然とした事実と述べ、強く肯定している。このバックスターの実験結果を知ることで植物が心を持っているとの確信に至ったものも多い。バックスター効果を知ってから近くの植物を観察したところ、 人の会話や考えに応じて明らかに葉の色が変化したという報告もある。一方で、ハーバード大学生物学部教授の夫ー・ソルブリック、イェール大学教授で、植物学者のアーサー・ガルストンらをはじめ、主流と呼べる研究、教育機関の専門家たちからは、神経組織のない植物に、感情の伝達はあり得ないといった具合に、真摯に相手にされることは少なかった。また、 超心理学においても、バックスターが最初に研究成果を発表した、超心理学会は、1988年の報告書、学術研究会議が提出した、超心理学研究への回答において、バックスター効果と超心理学との関連性を明確に、否定している。この超心理学会や、心理学者のテレンス・ハインズらは、バックスター効果の追試に成功した研究者は皆無だと、述べている。 ニューヨークのジョージ・ミル・スタイン博士は、音楽が植物の成長に影響を与えるとして、家庭で植物を上手に育てる方とのタイトルのレコードを発表した人物だが、バックスター効果については以下のように述べ、植物が心を持つことを否定している。バックスターはどう見ても思い違いをしている。植物学か生理学を学んだものなら、動物や人間とは全く違う組織を持った植物が、 心や感情を持っていて、精神的な威嚇に覚えることがあるとは、認めがたいからだ。少なくとも、バックスターは、他のペテン師どものような金集めはやっていないが、私には、彼の研究は何も必要ない。なぜなら、彼が発見したと言っていることは、皆誤りだと立証できるからだ。新井約1987、ピアニッシも262から263より、 引用2007年のディスカバリーチャンネルのテレビ番組、怪しい伝説による検証では、バックスターのものと同じポリグラフでは、確かにバックスターと同様の結果が得られた。しかし、より精密な機器として用意された、イーグマシンでは、植物の反応は全く見られなかった。このことから、バックスター効果とは、アナログ機器である、ポリグラフ自体の持つ、不安定さがもたらす、検証。 安定性の欠如による揺らぎによるものとも見られている。ありがとうございます。